最終レースのスタートライン上ではまだ少し追い風が吹く地面状態です。今日から始まりました G1 コナンプリムローズ開設67周年記念競争水面は最終の12レースを迎えましたウィンディードリームです。最終レースは1号艇埼玉キリン純平、2号艇群馬土屋智則、3号艇福井中島康平、4号艇に井口義則、5号艇福岡篠崎仁、6号艇埼玉中田龍馬、以上6名の対戦です。初日から早くもいろいろ大ステージという感じになってきた一番の気流、さあモーターを入れ替えというような大ステージに出ました一番の気流。ここは結果出したいところを見せ、今年の SGB が2コースに2番の土屋、直線優勝片瀬さん戦は3番の中島3コース、ただ前回優勝は4番井口が4コースの波動、5コース5番の篠崎もモーター大ステージです。優勝モーターでした中田が6コースからベースハウスまで10秒を切ります。初日のドリームリーグ、ドリーム新入4コースから1番から2番から4番から4番です。では2番の篠崎が最後を抜け出します。